ベネッセ。小学校でのプログラミング教育必修化というものに目指して教材作りをしていますので、その中でこのロボット演劇というものがどうにか教科の中に組み込めてないかということの実証のために参画しました。これまでにない都会の子どもらしい、もうすでに人間とロボットの違いが分かっているようなシナリオが出てきたのがびっくりしたのと同時に、まだまだいろんなシナリオが出そうで教材の可能性をますます感じました。学校の授業でももちろん十分有効に使えるんですけど、こういう場所でも使えるってことが大事なことなので、それは一応成果を上げられたかなっていうふうに思っています。みんなで、セリフとかを考えてロボットが話せたことが楽しかったです。